さん、はい、来ましたよ、埼玉県越谷、はい、出ますね。でね、今日実はね、はい、スタッフの久富、はい、寝坊しまして、はい、遅刻。そう、あいつね、高円寺とかあっちに住んでるんだよね、はい、中野ところ。今どんな状態か、僕もこっちから撮ってきますよ。そう、今これね、そう、こう2カメですからね、2カメで、ね、こんな感じで撮ってますから、ね、ちょっとね、今日ね、音悪いです、はい、多分ですね、あの遅れてくると思うんで、はい、どこからどこですね、何やってんだろう、はい、まあ、そんなことですね、来てるんですけど、はいはい、見てください、ほら、ね、タイヤのマッサージリラックス、タイ式マッサージですよ、はい、これ、タイ式の中身何近くでしたら僕らさっぱりしてね、帰ってきますよ。さあ、そんな中ですね、はい、今日はね、ほら、いつもね、ええ、高い車もやってるんですけど、うん、それね、ちょっと安い車もやってくれというようなね、まあ、基本ですよね。基本なんですよ。やっぱね、この前ね、バックドロップファンの人に話しかけられて、うん、30万円ので買える車っていうのが、うん、やっぱみんな嬉しいって。そうなんですね。で、楽しいって言ってたんですね。そうそう、僕なんかもそうですけども、高い車あんまり興味ないんですよね。そうなんですよ。2人ともそうですもんね。そうなんですよね。来たのはこちらです、はい、見てください、ハイパースリーサービスなんですけど、サービスはどこにも書いてないんで、さあ店長、はい、店長お名前はヤコです、よろしくお願いします。ヤコさん、すごい雰囲気でしょ。いい雰囲気です。バンキもやってるし、はい、この向こう側にはね、100台ぐらいですね、ストックヤード、ね、ストックヤードもあって、はい、これで安いんですよ、はい、これ自分ここで車の組み立てもやるんですか。そうですね、自社整備で、社長は、社長が中で、社長かっこいいじゃないですか。ねえ、ああ社長、社長、ケテルスポーツやってたの？アマチュアでちょっと総合格闘技少しやってた。ちょっとね、ちょっと ね、耳見てください、ほら、喧嘩強いですよ。ねえ、いや全然総合格闘技やってたんですか？ああ、そうですね、まあでもアマチュアなんで。あ、そうか、はい、ルックスもいいし。いや、アマチュアでも十分。今日よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。で、まず今日最初に紹介するのは、はい、これですよ。IQ。これズバリね、俺から聞きましょう。いくらですか？31万円なんですけども、その1万円は何なんですか？1万円これね、ネットでは今31万円って出してるんですよ、はい、それを、まあ、僕ら今日ね、はい、ね、ちょっと、はい、早速ちょうどっていうのは1万円ってことですか？まあ、でも多分俺ね、はい、18名ぐらいになるんだ。久々に来ましたね、30万円台の。これじゃ偉いから、とりあえず、あと店長もね、オーナーの顔も見ちゃったからね、はい、総合格闘技の、まあ、オーナーも店長もヤコさんも、うん、良さそうな、いいですよ、そうなんです。ちょっとこれ水たまり見てください、これね、これ何の水たまりかって言ったんですね、はい、今日撮影するためにですね、もう皆さんね、スタッフに一生懸命洗車してくれたってね、ありがとうございます。ということで、はい、これね、込み込みで28万でいきましょうよ。込み込みですよね。わかりました。今なんか口乾いてますね。もうね、いや、というのはね、いつもから値段最後に言うけども今日は値段を先に言って、いつもの逆パターンですね。そう、28万だったらいいんじゃないかなって思って、ちょっと取ってもう俺、開始3分も経たないうちに値段が3万円も引かれて、1割です、1割。これ年式って何年ぐらいになるんですか？2009年です。2009年、はい、ということは15年前、15年前、外装綺麗ですよ、ものすごく綺麗なんですよ、本当に綺麗。さすがトヨタの車だけあって、うん、ベタつきがない。あ、中のちょっと、はい、今じゃね、まあ、ちょっと一回見てみましょう。これだからあれじゃないですか、ガレージにしまった後に、はい、ほら乗ってて、ほら、いいでしょ。いいです、綺麗じゃないですか、中も綺麗な、あ、トヨタの車いいな。ほら、もうこれエアコンも。これは4人乗りですね。一応4人乗りなんですか？一応4人乗りで。はい、そうなんです。でもだからこれ狭いけども、子供が、そうそう、ね、ちっちゃい子と。でもこれ綺麗じゃないですか。11万7000キロワットように見えない。込み込み28万。加速乗り出しですからね。はい。いや、これね、正直言って、28万円だったら買いだよね。本当に買いだと思う。今結構人気ありますよね。そうですね。今みんなタバコ吸わない人が多いんだね。禁煙、喫煙車両ってあんまないですよね。行ってきます。さあ、走れどうかな。全然、何の、全然もう
全くです。いやだからさ、もう今日このままね、普通じゃないですか、持って帰りたいですよ。車も1台やいいですね。そうなんです。もういくらちゃん、はい、どうですか40代の彼女に。これ40代の彼女にこれ最近そのママがたまに見始めてるんで、よろしくお願いします。奥様、僕が言ったことは全部嘘ですから。もうそれがもうダメ。いくらちゃんは全く大さん橋あたりをフラフラ走ってませんから。具体的にね、具体的にいくらちゃんは貧困旺盛です。いいやつです。僕このまま畑に突っ込みたいです。すごく爽やかなんで。わあ、いい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 ですよね。いい、いや、なんかさ、な、何この嘘、大げさじゃなく、うん、普通に新車の車とか乗ったみたいな。今でもこういう、うん、あの車あるんですね。でもこれは、大丈夫と思うかもしれないですけど、全然大丈夫です、ね、大丈夫、全然大丈夫。便利だなぁ、どこでも行けちゃうもんな。ちょっと横浜行くとかさ、はい、ちょっと海行くのにさ、きっと燃費とかもいいんですよね。いいでしょ、タイタの車だから。これ28万円やばいですよね、これね。ただ、間もなくガスケツになる。確かに、燃費ランプが燃費ランプがテカ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 。あ、もう帰ろう帰ろう。やばい、さっさと帰らないと。ねえかな、これね、もうちょい言ったらくれるんじゃないですか。家にあったら、うん、逆に俺これしか乗んなくなっちゃうな。本当そうですね、危険だなこれ、はい、こういう現場に来るのにも、うん、超楽ちんですよ。そうそう、これ15年前じゃないですか。でさ、これ総額これ11万、全然関係ないよ。もう12万キロですよ、ね、もう あと10万キロ走るよ。走りますね、マジで。ただ、はい、これ買ったらどうする。これ買ったら僕はもう心置きなくね、うん、いじりますよ。例えばまず色いじりますよ。色もね、塗装屋さん出さないで、うん、自分で塗りますよ。あとちょっとホイールとかね、中古でなんか探してみても楽しいじゃないですか。そうなんだよね、やっぱりさ、28万円で買えるとさ、はい、そういう楽しさ。あー、いいな。俺これ免許取り立ての子だって絶対いいと思う。いいよね、女の子とか奥さんとか。あとこの車さ、街で見ててもさ、かっこいいから。そうですよね、いい車乗ってるなと思われるから。あと関係ないもんね、今これやだね。あそこの体式マッサージに今は駐車場でスマイルにスマイルに行きたい。ガーって乗りつけて、ここでスマイルになりたいよね。店長、はい、拍手しましょう。これね、最高、素晴らしいですね。いや、悪いとこない、悪いとこない。納車の時までどんなことしてくれるんですか。一般的な、うん、車検整備と同じ整備をさせていただいて、うん、あとクリーニング、ね、クリーニング、はい、オリーブ別にそこなんだよ、全部綺麗ですよね。だからあとは自分でオイル交換とか、はい、ね、やっぱりね、オイル交換とかは全部します。あ、してくれるの、もちろん、うん、基本的な整備は全部してくれる、はい、そうですね。それで28万円、はい。でこれでも、はい、これちょっと今年に入ってからなので一番来てんじゃないですか、値段と。ちょっと後ろはどうなってるの、開けると。あ、そうか、もうだからこうなってるから、あとはこれをこのカーブスペースになるんで、あのこれを外して、はい、こうやってね、はい、ってことはもう4人乗る必要ない人が多いから、はい、そしたら普段はこういう風にしてカジュアルに乗せていけばいいんだよね。だってこれ、はい、3人家族なら、お父さんお母さん後ろにチャイムドシートで全然行けちゃいますよね、うん、ちゃんとあれですか、整備記録も、記録記録もほらちゃんとほら見てくださいよ、しっかりしてるわ、ほらちゃんとメーカー出してるし、ワンオーナーなんじゃないですかこれ。ねえ、いいね。じゃあすごいいいですよ。でもね、やっぱトヨタのボクシー乗ってるんですよ、もう20年近くなんですよ。17万キロぐらい。トヨタの仕事やったからいいわけじゃないですけど、本当に車は壊れない。ここはね、本当マジで何もないですよ。タイヤを変えた方がいい。タイヤもちょっとそろそろ変えた方がいい。でタイヤね、タイヤって今これいくらですよ、2万。そうです、ネットとかで買えばこのサイズじゃ4本で2万円しないですね。はい、そうなの。はい、なんでもう今あの、はい、安いあのタイヤ、いいタイヤいっぱい入れてますからね。これすり減っちゃうじゃないですか、はい、そういうなんか、まあ、俺へたりがないですよね、気にするタイプなんだけど全くそういうのないんですよ。しくなるな。でこれしかない、安いよ、こればっか乗っちゃうんで、これ乗っちゃうんだよな。
やっぱね、日本の車素晴らしいなね。ということで皆さん、はい、どうでしょうか。ハイパー3、ハイパー3サービス、サービス、なんでサービス入れてないの。看板のサイズちょっと間違えてサービス入らなかった。実はあそこの部分、はい、白い部分、はい、消しゴムみたいになってるデザインに見えるんですけども、はい、実はサイズ間違えて作ってしまった。あと、お言葉ですけど、消しゴムみたいなデザインにも見えませんので、ね。どうしようね。はい、いいです。はい、いい車屋さんです。ぜひですね。はい。28万円。はい、どうでしょうか。ペリー東のお笑いバックドロップ、登録お願いします。よろしく。